ハロー、お久しぶりでごわす。ボロです。はい、今日はラプラスをちょっとランクまで使っていきます。で、今、色違いのスペイン産のものを、交換で手に入れたので、まあ、ちょっとラプラス使いたかったんでやっていきます。で、ラプラスといえばもうダイマックスいきなり切って、歌方にアリアじゃなくて何やったっけ、あの巨大旋律で、オーロラベール貼って、もう裏ザシアンとかで暴れるっていうのがあれなんですが、もうサポートがラプラスは俺飽きたわ。で、セアトラも絶対レッドが搭載の、特殊アタッカー。そんなんじゃ俺はもう満足できん。そういう体になっちまいました。なので今回はこんな技でやっていきます。龍前氷の爪滝の森、ドリルライナー。はい、今回ラプラスをなんと高速物理アタッカーです。龍前で AS 上げて氷の爪では必ず先制技。滝登りはタイプ1の水技。まあこれ安定ですね。これひるませることもさできるんで、まあめちゃめちゃ強い。で、ドリルライナー命中90、威力80。命中95、威力80で別に大したことないと思いきや、急所に当たりやすい16分の1の確率で当たる。に加えて、まあこれ大アースになるんで、まあ特殊上げたいとか、まあもちろんザシアンとかにも、アタッカーとしての役割をちゃんと果たせるので、これラプラスが今、多分アタッカーが一番向いてるわ、こいつ。まあもうこれ AS ぶっぱで、今回いじっぱりですね。それでまあ純速のラプラスで今回やっていきます。まあ龍前を、ある程度積めば、結構抜けるんですよ。もうその耐久が高いんで、しかも今季巨大マックスでちゃんとやっているんで、なんとダイマックスを切ればちゃんと、オーロラベールも貼れるという、そういうもう完璧です。で、弱点保険を今回持たしてるんで、まあ貼った後に、まあちゃんと弱点保険、ラプラスで貼った後に弱点保険を起動させると、まあもう完璧としか、言えないんじゃないかなと、この方は。早速やっていきます。それでは、行ってみよう。お願いします。これ待って、これさ、これラッキーとか普通に来るんじゃうか。いや、これ、ゼルネアスとゼクロムとかに関しては、これ、ザシアン一匹で持っていけるっていう、もうちょっととんでもない、あれなんで、放置して、これ、ラプラスからこれ行くわ。うん、これ、ラプラスの、俺、ナットレとかでも、ナットレがきついか、ナットレがきついも、ラプラスでいいわ。うん、これ、ラプラスから入って、ザシアン入れておきの、で、まあリザードをさせると、意外といいか。意外とスカフリザード良くないか。うん。これ、意外とスカーフリザードンが、ぶち刺さってる。お願いします。じゃあ何から来るか。ちょ待って、このランドロスのこの威嚇が、ラプラスに突き刺さってしまうという、なんとも皮肉な。ただこの皮肉なさ、これだけど、いやこれランドロスさ引くやろ、さすがに、さすがに。で、これ巨大戦術で確実に持ってかれるんで、これランドロス、さすがに引く。うん。これ引くんで、これ龍前行っていいわ。うん。一角で下がったとはいえ、いや、これランドロス引っ込める。これ当然。これ当然の原理やね。で、ラッキーが出てくる。ラッキーです。で、龍前と。いや、もうラッキーが俺に何ができる？これラプラス様に。お前もこの変なお前、ヒラヒラの3本つけようって。シンプルに口が悪いだけなってる。いや、このラプラスの龍前型なんか読めるやつ、いるわけがない。で、さらにここで龍前。で、純速なんで、116? んかな ?116、60、デンジャー、ちょっと、まあ、くそ。あ、いや、いいわ。いや、いい。これ、潤いボディなんで、雨さえ降らせれば、全くもって問題がない。うん。全くもって問題ない。で、結局相手は、あれやろ、まあ、それしかないやろ。デンジャーでもちょっと、待って、デンジャーもちょっとやばい。うん、今、やっと龍眼一積みが入ったぐらいか。半減なんで。うわ、ちょっと待って、それはマジでめんどくさい。いや、ちょっと待って、それはマジでめんどくさいわ。お前、ちょっと気持ち悪い。気持ち悪いわ。え、滝登りでひるませるかじゃん。いや、これ滝、くそもんないんだから、お前。もうやめろだ、もう。ちょっともう、デンジャーとかさ、もうそっから甘えると。いや、もうお前、気色悪いわ、その構成、ほんまに、お前。ほんま気色、そのお前。ラッキーとかいう。害悪、害悪中の害悪ポケモン。いや、もうしたら、もうお前、あれや、でも邪道には邪道で返すで、俺。うん、目には目はや、もう半ブラビホテン。
で、お前、地球投げとかもうさ、お前もうな、面白くないねんって、そうやって、お前。電磁波甘える地球投げ。これ、どっちが入る ?150。高い、こっちの方が入るの。これ、1000円で積んできて。うん。これで持ってくわ。これで、ラッキー引っ込めるで、ランドロスか、お前。いや、でもこれ、聖なる剣で、いい具合に削る。いや、スカーフなんかな、このランドロスって。このスカー、ランドロススカーフだったら終わる。うん、スカーフだと終わるか。いや、これじゃあ地面技読んで、これリザードに聞こう。うん。これおそらく地面技普通に地震とか飛んでくるんで、これダイマダイジェットことだと、普通にユーザータイ。うん、ここ引いて、リザードンで、受けれると思うんだけどな、普通に。あー、ダイマダイジェットか。うわ、ダイアースか。いや、それはでかい。これダイアースであれば、これじゃあもう上からおばひ一発入れて退場するか、リザードン。うん。それでいいわ。これ、おばひでいい。いや、10番入ってる、10番入ってる。これ、ランドロスに対してこんだけ入れば十分。で、ダイジェット。はい。まあ、これさすがに一発も耐えないと思うが、いや、いいわ。これもう、ランドロスに対して、これだけ入れれば、もはや十分。で、ここで、ラプラスの、お前、地獄を見したるわ。ここで。まあ、ラプラスは、まあ、リュウマイ型で、はい、お前も電磁波入れたから安心安全と思ってたら、お前そこはちゃんとここからラプラスの仕事できんねん。お前、巨大生物やってるかな。いや、ダイストリームから行く。いや、これダイストリームや。これダイストリームから入って、ウルオイボディに発動させて、電磁波を終わらせたろ。いや、ある、ある。あるある探検隊。うん、いや、ここで頼む。ここ、お願い。ここさえ動いてくれれば、余裕で挽回がある。いや、お願い、これだけ動いて。もう、ほんまにこれだけでいい。第6。いや、これしかも、これ、完璧だ。第7完璧。天候かけられる。OK。しかも弱点保険がここで起動。お願い、これだけ、ここだけ。お願い、これだけ動いて。ほんまに。ああ、もう偉い！すっげえ！いや、でかい！これは！ああ、気持ちいい！気持ちいいよ！これ、天候書き換えに先行を、加えて、潤いボディ。まあ、ラッキー、電磁波打って地球投げやっておけば、気持ちいいとかいう、はい、そんなクソ仕様は、俺が、許さない。で、意地っ張りの A25 に、これダイストリームとか耐えるか？ラッキーやろ。いや、ここはまあ巨大旋律を安定でいくか。あ、ここは巨大旋律安定、さすがに。うん、さすがにここは巨大旋律を打っておく。で、弱点保険が起動しているんで、いや、オッケー。この火力はもう、止めようがない。まさか物理、お前、電磁波、お前、あ、仕様分かってない。仕様分かってないと。はい、潤いボディ。はい、お前もそうなったら、はい、ラッキーとかいう、鬼畜、ゴミカービィアタッカーやろ。はい、餌食になってください。まあ、弱点保険2段階上昇で、お前、最後に地球投げとかをやっとけばよかったんだ、お前は。いや、これで、今、巨大旋律中なんで、最後に、龍舞、エースバーン！うん、これ普通に、これ、滝登りでいいわ。これじゃ、滝登りで勝ちです。もう、エースバーンが何をやってこようが、大丈夫。まあ、飛び火、いや、耐えるか。耐える。あー、びっくりした。外れたかと思った。耐える。うん。まあ、さすがと言わざるを得ない。
さすがと言わざるを得ないが、お前は今重大なミスを犯した。飛び膝蹴りによって貴様は今格闘タイプになっている。そこに青き犬、歴戦の勇者、最大の矛、じゃれつく。それじゃ行ってみよう。お願いします。待って、ヌオー、待って、これヌオーやばくない？これヌオー、いやでもヌオーやばいけど、結局毒毒とかやられたところで潤いボディがある。いや俺これヌオーから来ると思うわ。ヌオー海洋があたりから多分来るんで、これもうラプラスから行こう。もうラプラスから入っていい。いやこれディアルが入れとくか。だこで、あーっと、ランドロスから来たー。しかも色違い。これラプラス初手出しが、突き刺さるが、威嚇をもらうのがナンセンス。うん。威嚇もらうのがナンセンスだが、まあ、これはもういいか。あ、これはもうええわ。これはもう、リューマイを撃っていい。うん。問題がない。ここでリューマ撃って。S が、スカーフっぽいな。いやこれ弱歩起動したのはでかい。でこれひるんだらもうクソ、ほんまに終わってるこのゲーム。 OK、 ここでいや第6打つ。いくつぐらい入ったんだっけ。100?150 ぐらい入った。150ぐらい入ったな。いやこれいっていいわ。これもう抜いてる、抜いてる。これ巨大戦についてくる。これもうリューマン一積みでラントロスは抜けてる。ちょっと今俺はめちゃめちゃ計算遅かったわ。うん、え、抜けてる。 112×1.5 は168? あれ、んランドロスの霊獣って91、160、抜けてる抜けてる抜けてる。これスカーフじゃない限り抜けてるわ。しかも弾やろ。いやきてリューマン一積みで、なんとランドロスさん、君、はい、抜かれてるんですわ。で、しかも弱点保険によって二段階上昇、そして巨大戦列によって、はい、おらで、もう、これですわ。もう何もいらない。何も考える必要がない。海王がとか来るが、お前、それは、甘い。もう。どうせ塩吹き、塩吹きもクソほども入らん。ダイアースもないから。これダイアース一発いっとく？いや、ダイストリームでいいか。これダイストリームが今最大打点やんな。圧倒的に。うん。これダイストリームで。まあ相手もこれダイマックスを切ってくる。で、ダイマを切ったということは、俺が上を取るということ。それを意味してるの分かってるか、相手。竜舞した時点で、俺の上が確定してるの。分かるか？確定事項や。これは未来を見据えた結果。そのダイストリーム。タイプ1、アメカ 1.5 倍。その火力を解くと面白い。うんうん、弱点保険起動してんやけど。十分、うん、十分。これラプラスさ、海洋画とかを意識して、いや無理か。ああ無理やな。で、いや待って、この状態であれば今降ってるが半減、いや、ディアルガでトリックルームから入るか。ディアルガトリックルーム。うん。これディアルガトリックルームからの雷でいけるわ。いや、これ。いや、このラプラスとんでもないわ。リュウマイからの巨大旋律。なんでもできる。ダイヤ。いやー、天候書き換えられたのはめんどくさい。ただ、大アイスの理由はほんまにわからん。大スト、変更か機械か。いやでも言うても70%やろ。そんなに問題ないはず。
これ雷どんぐらい入る、これ外したらもうほんま終わってる。もうくそくしょもしょもしょうもない、ほんまにほんまにしょうもないわこれ。いや、これだから、いや違うな、これさ、もうオーロラベールを張ってるおかげで耐えてんのよ。うん、耐えてるからいいじゃんじゃないわけ、これもうオーロラベール張ってるがゆえのあれな。いやでもしかも、まあ、しかも今のターン、いやでも結局それ雑誌やんか。いやでもトリックルームがある以上いける。これ雷でもとりあえずもう海洋が落ちるんで、うん、さすがにこれエレキビリとかで落ちる。 OK で、裏が何であれ、トリックルームが、1ターン、2ターン、3ターン、あと2ターン起こってるんで、うん。ディアルガからの、さらにサイドングで、ザシアンが来ても勝てる。はーい。ザシアンなんよ、お前、結局な。結局、お前はザシアンなんよ。うん。もう、それでいい、お前は。ただ、そうやって、もう読める。未来を読めるから、俺は、お前に勝てるね。まあ、キングクリムゾン能力よ、これが。最近ジョジョ見たから。まあ、ラスターカノン。これ、混合玉持ちで、控えめなので、なかなかこれも入る。うん、十分。で、巨獣ザンが飛んでくると、まあ、それを撃ってるだけで、このディアルが、あれ調整された、あ、やばっ、これあら、うわ、ちょっと待って、これ今あられなかったら、いや、あられなかったらこれ終わったわ。うわ、危な、いや、これめ、気持ちいい。はい、サイド、まあ、これもうな、もう地震、はい、トリックルーム化の地震タイプ1、命中100、チレ完璧でした。はい、皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。ボルシャ。